今年は地域の夏祭りが各地で再開されました。そうですね、3年ぶりになりますかね。そんな夏祭りの定番の一つがラムネ。子どもたちが美味しそうに楽しそうに飲んでいますね。ビー玉もついてるから面白いし甘い。泡が溢れ出す。どうやったら泡が？ポンってやったら。そんなラムネ、容器は瓶ではなくペットボトルです。初めて見たね。今まで瓶やったもん。ポンと落ちて、あのなんていうかな、ガラス同士がこのカタカタって鳴る音、あれがやっぱりラムネよね。この後、瓶のラムネの製造現場を取材。中のガス圧がボワッと上がって、キュッと栓をするっていう仕組みになります。そんな瓶のラムネは大きな変化のうねりの中にいます。ガラス瓶がどんどん減ってきてしまって、もうラムネって何っていう子が、ちらほら増えてきてるっていうのを結構感じてて。佐賀県唐津市にある小松飲料、創業以来70年以上ラムネを作り続けてきました。現在は3代目が率いています。瓶のラムネはどうやって作られているのか見せてもらいました。新しいゴムをですね、今度はこの器具を使って、で一本一本でこうはめていくんですよ。そして専用の機械に瓶を並べます。で中で逆さまになってるんですよ。一回ビー玉を栓をするために逆さまにすることによって、中のガス圧がボワッと上がって、キュッと栓をするっていう仕組みだけ、ラムネ専用の機械でしかちょっとできないんです。ビー玉で栓をした後は手作業でラベルを貼っていきます。ここにずるんと貼ると、こういう作業です。全部手作業。こちらでは飲み口だけプラスチックのものも含めてガラスのラムネ瓶にこだわっています。この製品に限ってはですね、もうかなりのもう採算度外視した大赤字の製品なんですけど、ただうちにとってはかなりうちのシンボルとして今でも作り続けてるんですけど。小松飲料では年間およそ10万本のラムネを出荷していますが、最盛期の半分にも満たないといいます。小松さんが懸念するのは、子どもたちがラムネっていう存在をこうなんかこう頭からなくなるっていうかですね、そもそもラムネって何っていう子が、ちらほら増えてきてるっていうのを結構感じてて、そこら辺がやっぱり子どもイコール未来なんで、そこら辺がちょっと心配ではありますね。そう語る小松さん、すでに動き出していました。先週末に開かれたイベント、ラムネの涙、九州産業大学の教授とともに始め、今年が3年目です。このイベントの恒例になっているのが、でせーの、えい、これでちょっと待つと5、4、3、2、1、元に戻すと目玉が元に戻ってる。手作りラムネ会、空になったガラス瓶に炭酸水と好きな味のシロップを加えて、何度もラムネを作ることができます。うん、ピーチうまっ。飲みかけの瓶をひっくり返しても、栓をすることができます。慣れない炭酸を震えながら飲んでみる子も。繰り返し使えるラムネ瓶、飲み放題ということで、何杯目ですか？13。
ラムネは飲むものではなくて体験するものだと、そのトータルで五感でそのラムネを感じていただけると、あ、ラムネってすごいポテンシャル持ってるねっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。びっくり、目まん丸してすごくびっくりして、家に帰ってやろうとかです。すごい、そうやってこうどんどん、周りに伝わっていくんだなと思ってすごく嬉しいです。古くから親しまれてきたラムネ、70年前にはおよそ2300社が製造していましたが、現在は34社だけです。しかし取材を進めると新たな動きがあることが分かりました。海外で人気が高まっているのです。ラムネに関してはですね、9対1っていうので海外がやっぱり今 90% 海外に輸出して。そう話すのは静岡県にある飲料メーカーの木村社長、全国ラムネ協会の会長も務めています。協会によりますと、最盛期より大きく減っていたラムネ用の瓶の生産本数は最近増加、2014年には3400万本でしたが、去年はおよそ3倍の1億1300万本に達しました。ビー玉で栓をするという構造が海外の人に好評のようです。フランス人が初めてラムネを開けた時の反応をまとめた動画は300万回以上再生されています。まあ本当に海外に輸出するチャンスにはチャンスなんですけど、その的になるガラス瓶がどんどん減ってきてしまって、ラムネの瓶を製造するメーカーは国内で4社まで減りました。ラムネの需要が増えても瓶の製造が追いつかず、ラムネを作れない状況も出てきているといいます。今までずっとシュリンクしてきたラムネ協会の会員の皆さんには急拡大できるの本当に最後のチャンスみたいな。唯一無二の形や開け方で日本の夏を彩ってきたラムネ、その未来が注目されています。